はいいどうもオクポンでございます久々にですね、これ、ビットコインがいい形になってるんじゃないかなと思いますよ。一旦の速行は打ったんじゃないかなと、私は見てますう。っていうのも、今、コインチェック上で,ですけど、まあ、どれを見ても、大概同じようなね、形をしてると思うんですけども、ビットコインね、これ、えっと、10、 1>, 1時間足ですかね。1時間足で見ると、ダブルボトムのように見えるんですよね。ダブルボトムのように見えて、で、ここから上げていくんじゃないかな。まあ、もちろんね、綺麗ななダブルボトムではないので、まあ、ここから下げるっていうのも十分考えられるんでね。えー、で、まあ、直近での上ですね、まあ、気にしなきゃいけない部分っていうのは、 まあ、7万7500あたりですかね。7万7500、あ、違う、77万あたりを超えてくると面白いんじゃないかなと思います。うん、そんな風に見えますよね、これね。まあ、きですよ。綺麗にも見えないけどねうん。まあまあ、いいんじゃないかなと思いますよ。77万5 0 0こちら超えてくればあ面白いんじゃないかなと思います。 でまあこれによりですね各通貨がどんどん上がってくるんですよねやっぱここがやっぱね上が,上がってくるとだいぶ感じが変わってきててで24時間で見るとイーサリアムなんかね9.5%でライトコインが9.4%まあこれを おまあ、このようにね、ほとんどがプラスに今度転じてきてます。まあ、ダッシュなんかは、あダッシュでもおー、まあ、2%弱ですか。ダッシュでもって言うとね、失礼だよね、やっぱり、ねえー、で、エイダもまたみんな大好きね、六点1 6円で、まあ、7%上がってます。うん、でですね。 まあ面白いコメントがありましたね、YouTube に。えー、っとね。うーん、まあだから、なんだろう。投資っていうのはお金がなきゃダメだっていうことなんですけども、これは全く逆だと思いますね。あのー、投資がお金がなきゃダメかっていうと全く逆。で、 お金が出たときは、それこそー10%とか、それこそ教科書通りの動きでいいと思うんですけども、今逆にですよ、10代、20代とかね、30代、40代、50代以下ですよね、の方が20%なんですよ。銀行の預貯金の20%を占めてると。で、60歳以上の方が80%占めてるんであれば、じゃあどこで覆すのと。リアル開示にでも出るのと。 そういういいところじゃないですかねだからあの攻め方としてはあ人生の攻め方としては本当に逆ででこれは時間の使い方とかあなんだろうな時間の使い方もそこですよね。うん、で時間の使い方も全く正反対でリスクを取るというかこれね間違え 欲しくないんですけどもリスクを取るのが取らなきゃいけないんではなくてみんながリスクだと思っていることがリスクではない状態っていうのかな感覚っていうのかな状況っていうのかなそれを自分でつかみ取るっていうのが正解なんですよ。リスクを取りに行くとはまた違うんですよね全く違うううでであろうとうんそうですね。 ユーチューバーとか、あ過去こう5年間とかね、5年前とか10年前のユーチューバーっていうものを、もうまさにそれなんじゃないかなと、最初は多分ね、大変だと思いますよ。あれが、あ広告収入が入るようになってで、広告の利回りなんかも、今の3倍とか4倍だったと思うんですよ、きっとね。で、そこで、で、当然ね、先行者利益っていうのがありますから、 ファーストペンギン利益っていうのがあるんですよ。これは何をやってるのアフィリエイトやってても、何をやってても、もう手が届かない。一瞬で、えー、その方々を突き抜け、ないヒカキンだとかね、えー、うは、ん、じめしゃちょーとかーのラインまで突き抜けるのかって言ったら、もう無理ですよね。もう無理。 で、アフィリエイトとかもそうで、情報協会の、まあ、P さんだとかね、で、まあ、他の国に行かれた C さんとかね、えー、ああいう方、まあ、M さんとかね、えー、いらっしゃいますけどもお、まあ、I さんもそう。で、ああいう方はいきなりね、突き抜けるのかって言ったら、まず、もって無理じゃないですか。例えば、テレビの媒体に出ても、一時的には、ああ、なんていうのかな。 うーんまあ、ほそれこそ分んしとか興分足しとか1時間足で見ればその人の相場っていうのは一瞬、まあとはその相場を生かせるかどうかなんですけどもそこを見れるかどうかなんです,ですよね。なんですけども全く、まあ、無理ですよね。でその無理な話を無理じゃなくするっていうのはそこなんですよ。リリススククを他の方ががここれっっててだよねっていう思えること,がことが あたかも「あこんなのだって当たり前じゃんと」とこれを何で今なくしていつそのお入るのと場に入るのと何で今入らずしていつ入るのと本当に理路整然とですよ他の方ががが納得いこうがいかまいが関係ないんですよそれがあ2年後3年後見て「あっあの人言ってることやっぱ正しかったんだな」って言わせてしまうっていうのが。 うんそのリスクを許容するとは違うんですけども、まあ、許容するかなあな何ていうのかな他の方が分かってないんだけどもええそれってリスク全然ないよって本当に言い切れるというか、まあ、それは思い込み、まあ、一見思い込みのように見えるんですけども全然思い込みではないわけですねその方からすると。うーん マクドナルドのハンバーガーってよく売れるらしいんですけどもあれ,あれって決して美味しくはないですよね確かにカロリーが高くて私もたまに食べるんですけども決しておいしいっていう部類ではないと思うんですよでなんでそのおいしいっていう部類でないあのハンバーガーが売れるのかってよく分かんないじゃないですかうんよく分からないでもうコーラもそうですよねなんであれだけ飲み続けられるのって分からないですよね あんだけ車が配送するのに、まあ、創建ミジャとかいろいろあるんでしょうけど、商品がね、えー、ジョージアとかね、あるんでしょうけど、コーラ屋さんのお車が走ってるわけですよね、街中。で、あれだけの街中ね、走って、コーラっていう媒体が、まあ、体にも悪い。ね。うん。糖分が多すぎて、骨も溶かすと言われる。でも、あれだけ売れるわけですよねあ。あんなものに、あれに投資ができるっていうのも、まさにそれですよね。 うん、リスクが当たり前,な当たり前ってあら体に悪いじゃんと当たりなんでそれを立証さ,させるものっていうか情報っていっぱいあって悪いよねとタバコもそうですよねタバコってえ体に悪いよねってうんでもあうなくなってないですよね多分4月にまたあタバコ値上げされても売れ続けると思うんですけども でも、一部の人がやっぱり好んで吸ってる方がいい。ね、周りに副流炎で60万とか90万とか年間ね、えー、そのタバコの煙によって亡くなられてる方がいるのに、さも当然として吸われてる方がいるわけですよ。ちょっとぐらいね、吸っててもなんともないけども、それが周りで、で、アルコールと混合するとですね、えー、発がん性の倍率っていうのは何倍ってなるんですよ。何十倍だったかな何倍だったかな 何倍とかになるんで,すよ、ね、でもそれでもなおタバコは売ら,れ売られてるわけですよねでもあれって消えないけどでも多分そこに投資 JT とかね、えー、まあ他にもタバコがあるのかな JT とかまあ私もこれ安くなったら JT 株って買うと思うんですけどあの本、ー、当そういうところに投資をしてる方ってのは必ずいるんですよね必ずでもそれって 世の中で、えー、納得いかれてないもの、体に悪いものであるものがですようーん、納得、納得っていうかな、うん、それがあそういう形になってるのにもかかわらずえ、これって売れるよね、受けるよねって、絶対上向くよねっていうのが、理路整然とね、自分の中で、 えそれが答えが出てるんであればそれはリスクじゃないですよねってうんだからこのコメントに関してはもう全く正反対で何でそういうことが言えるのかっていうおそらくこの方っていうのはお金を持たれてる方なんですよお金を持たれてる方であれば程度お金があるんであれば 10%20% の許容でいいでしょうでもほとんどの方が多分ここで情報を欲してる人方っていうのはお金がない方だと思うんですよ うん、リスクを、で、リスクの考え方なんですけども、そういう考え方ですね、一番そこが大事なんじゃないかなと思いますよ。うん。あのー、リスクが本当にさも当然と。うん、だって、そう思わないですか車もそうですよね。人殺しの道具じゃないですか。うん。でも、あれが売れると判断をして、投資をされてる方っていたんですよ、過去に。いくらでも。 で、その、なんであんな、日産とかトヨタとかあ、ホンダとかね、バイクもそうですけど、人殺し、人殺しの道具だよね。バイクなんか自分がね、事故ったら、あ裸で突っ込んでいくわけだから、死んじゃうよねって。でも売れるわけじゃないですか。ねえ、まあ、バイクはバイクの爽快感があって、乗ればわかるんですけども、あんな自由感ある乗り物はなかなかね、 え道路がこれだけ整備されてあれが走らあせられるってなかなかないんだけどもでそういう方の需要がやっぱりあるわけですよ。車の,あの箱の中に閉じ込められてるあの感覚では全く味わえないんですよね。雨も降れば濡れるしっていうまあそれがまたいいんですけどねバイク。でそういう需要が必ずあるんですよ必ず。でもそれって最初に投資車もバイクもそうですけどじゃああれってどうなの っていうとこですよねなんで売れんの危ないよね税金かかるよねでも売れるんだよねって。で、それを最初にですよ、最初に。おそらく最初にこれが伸びるであろうっていう時は、税金の縛りっていうのも、今ほどね、えー、廃棄量、廃棄税とかね、重量なんかありますよね。3000cc だと高いとか 4000cc とかね。 だと高いとか 5000cc だとかどんどんね廃棄量がでかくなればなればなるほどお税金が高くなるってなんかありますよねそういうのでそういうのとかあ,ああいう縛りがない時ですよ私が言ってるのはでああいう縛りがない時に結局う自分で買われた方っていらっしゃるんですようんちゅうことでですねこれはあ全く逆だとお,お金がないからこそ ただ、ね、そのリスクの考え方ですよ、うん、許容する考え方なんですけどもお差も当然としてこれが今から来るだろうというところですね。私も株に入れたのもあの株にーあれはあーどんどん何とかして、ね、枚数を増やしていきたいと思うんですけども今チャートがね、えー、5分、うん、5日線25日線75日線が良くなったんで。 あれはあその時期が来たら必ずそれが売れるかどうかっていうのは分からないんだけども話題性がとん飛ぶから話題,せ話題性が飛んだ時に株価って絶対上がるから暗号通貨もそうですよね話題性が来た時にいい必ずそのおコインっていうのは上がってくると思っておりますので、うん、そこはあ、まあ、株でも何でもい一緒です自分の相場も一緒で,ですよ。自自分分の相場とは自分がここに関して もう会社にいてねあれおかしいなと私の給料っていうのは1日100万のはずなのになと低いなとで月間3000万でまあまあ,あ9億以上10億以上ね5恩3ぐらいもらっても当然なのになとなんで私はこんな給料で納得できてんのかなよくわかんないなってもっと稼げるなと思うんであれば何かを始めればいいんですよねそう単純なんですよ でそれを許容できんのっていやそれ何々ちゃんやったって駄目だよって言われてもあそれさだって私の職場ってこんなもんじゃないよって月230万円で、えー、まとまってるような人間じゃないよってまあ、それの我が乱したくないんであればそれはスルーしてね意地でもそれを考えてるわけですよ、うん、ずーっと金のことを考えてでそこに行き着くとほーら見ろと。 私ってこんなもんなんだよって言葉に出さなくてももうその友達っていうのは多分周りにはい,いないと思うんですよ話が合わなくなっちゃって、うん、フェーズが変わるってそういうことなんであのー、話が合わなくなってくるんですよどんどんででそういうふうに考えていくっていうのも全然ありですよねそれもそうですよねうん私ってこんな相場じゃないよってこんな値段で私時間変われたくないよって もう思いまあそこは思い込む必要はあるんでしょうけど思い込んでなんだなんだとこんな何でもありの時代になんで私こんなところにいるのって思,思ってそれを別に愚痴るんではなくてあなんか面白いものありそうだなっていう感じで探していくとなんか出てくるんですよね。うん。っていうところで,ですねまたこんな感じで長くなるんで、えー、今回はですねうん大きく言いたいのはそこの部分とおそこの部分っていうのは リスクを取らないといけないんだけどもそのリスクっていうのが他人が見てもリスクじゃないっていうのを自分で許容できるっていうのかなこれがこうだからこうなんだよってで2年まあいつ来るか分かんないんだけどもこの層が絶対来るよと絶対上がると今から何十倍何百倍になるよっていうのが自分で分かってるものに関してはあそれは許容するとリスク うーまあ、投資をしちゃいけないよねっていうところではなくてむしろ逆だっていうところですね。これはお金の話だけじゃなくて時間もそうですよ。時間もそう。努力をかけるっていうのもそう。あとはそのタイミングの話なんでね。 ダブルボトムの話をしましたけどダブルボトムに見えてこれが上がるって言って踏んで買うんであれば全然ありですけどもそれに対しては何も保証も何もしませんよ私はですけどもそういうことなんですよこれが絶対来るとなんでみんなこんなになってんのにお金入れないのっていう形でで、えー、それが必ず、まあ、ビットコインの底で言うんであれば過去にそういう事例があるんであればそれはあ上がるでしょうけどね でそういう車の話もそうだし、タバコもそうだし、コーラの話もそうだし、マックもそう。あれって、だって、あれだけ報道されてても売れるんですよ。うん、悪いよね。他人にも悪いよねって言われてても売れるでしょ。で、売れる何かがあるからでしょ。なんか持続させてしまう、何か別のエネルギーっていうのかな。あーそういうものがあるのでね。えー、ちゅうところですね。はい。 うーんまあまああともう一個なんだっけ、えー、リスクうー投資をしなきゃだよっていうのと、えー、ビットコインのね、えー、ダブルボトムっぽいよねっていうところでねはいでビットコインが上がればやっぱりエイダも上がるわけですよで全体的に相場が上がるんで全然話がねだいぶ楽になっるのはもう上がりましたよね400ぐらい上がったかなビットコインの数字でっていうところなんでまあどうなるのかわかんないんだけどもただ あ暗号通貨に貼られてる方々は本当すべて歌舞伎物だと思うので、まあ、それが来るよと、うん、暗号通貨来る,来るよとでインフラと整うときにはどうなるのとおいう形だと思うので,で本当に本格上げがするんであればあ今度そのインフラの方の需給っていうところが上がってくんだと思うんですよ。 本当にビットコインっていうものがこうだよ、ああだよっていう形が見えたとき、見えたという市場がね、納得した状態のときに上がっていくと思うので、はい、うーんで市場の価格が全てではないんだけども、納得した状態で、えー、みんながね、えー、その BTC を許容するよっていうときに暗号通貨全体が上がってくるのかなと。ただ、今度上がってくるときっていうのは、あ 程度精査はされると思います、うん、このコインがどうだとかああだとか、あむちゃくちゃなあの、昨年はね、むちゃくちゃな上げ方をしてましたけど、ああいう上げ方ではなくて、えー、今度、精査はね、されていくと思います。どうなるのかわかんないんだけども、そういう感じですよね、上がるんであれば。はい。それではね、えー、ちょいとね、いたずらをしましょう。OK、Google。ドラゴンボールって知ってる 私は人造人間編が好きです。争いを好まず自然や動物を愛する16号は尊敬できるロボットです。レッドリボン軍は世界征服ではなく、平和のためにその技術力を生かして欲しかったですね。というところですね。素敵なコインライフをお送りください。